開始。闘技場開いてんね。これ何？どこ行けばいいの？おお、閉まってんね。閉められてんね。あいつ誰？皇帝。ピン王女ヒルダを授けよう。はいはいはい。有無を言わさず、戦えってことね。ベヒーモスみたいな、あ、キマイ、ん？なんだこれ。羽生えてんのか。角か。おお、ベヒーモスか。はいはいはい。戦う。サンダー、戦う。戦う。34-0。やっぱフリオニールだけが、希望か。痛いな。戦って、サンダーで、アイテム係になっちゃうかな。あ、ちゃうちゃうちゃう。こっち。ゴードンは。ってこと、これでずっとぐるぐる回してればいいのか。一旦500円使うみたいな。いや、ブルジュアか？どうだ？痛いな。でもゴードンこれで、なんかひたすら回復するんじゃない？なんだ？ 200？ どっち回復？おぉ、HP 少ない子を、マックスと比較して HP 少ない子を殴るの？じゃない。回復するのかな？多分そうだよね。だから今度は、こっちで、サンダー6。サンダー無限に打てるな。450。やっぱ一ターンにこれ使うぐらいの勢いだな。やったじゃん。さらばベヒーモス。これ一回で終わりとかじゃないんでしょ？どうせ。皇帝を倒すチャンスだ。反乱軍の戦士不良にいる。消えたじゃん。ジャッジってこと。あ、ダークナイト。え、牢屋に入れられた。牢屋だよ。丈夫な格子。しばらく眠ってな。ありがとう、ポール。いいね、ポール。これは上に行けってこと？上行くよー。あー、なんだ、部屋入れるんか。入れるけど、だから何？エリクサー、エーテル、コテージと、あー、炎の弓の属性がいいんだろうね。なんか知らんけど、お姫様と話するか、どうせ意味ないんだろうけど。レブナント。さあ、ガイ、お前の火力を。ああ、そっちじゃない。終わったわ。終わり申した。負けか？負けだ。こんなことってある？ガイ立ってんじゃん、フリオニールも。奇跡かな？逃げるわ。
あの花強いな。あの花優先だな、マジで。スペクター。あれ、開けきれた。あなたが、てんてんてん。ははは、俺たちが敵を引きつける。そんなことする。ヒルダもともと、あれじゃん。意味あったね。ヒルダもともと、なんつうの。シドの飛行船で先に逃げる。キリッつって。前回も先に逃げるって言って、先に逃げたら捕まったわけじゃん。捕まったってか、偽物だったわけじゃん。あれ、信用していいのか、ゴードン。ゴードン実は裏切り者？で、帰ろうと。帰るわ。ピンのそばのキャンプで陣を張っている。一回寝るか。上？ピン、開いてんね。逃げる。中段挟みながら、行くか。よう。仲間が増えたわ。いいことだね。お宝あるね。お宝取るわ。行けばいいんだ。敵が強いんだよな。素直に。行こう。素直に行こう。アイテム取って。ああ、し、殴っちまえ。いいね。マリア、ガイ、レイラ。ポーションのためにこんなことしたのか。モンスターが現れた。知ってた。2個同じ武器だったら成長率高いとかないのかな？素手？オーラの本。でも生きるってそういうこと？冒険ってそういうこと？ハイポーを飲ませて、ボスか。ゴートス。殴るよ。オーラ。殴るよ。殴るね。ダメージは69。オーラ1。さあ、オーラで123。多分強いよな。酒？オーラかけるわ。ガイ、やってやれ。500。武器が強いな、絶対。ヘイスト6。あ、そういう魔法俺も欲しいな。ミス？なんで避けるん？ガイ。避けんでええって。避けないで欲しいんだけど俺は。なんで避ける？ 297。やったねー。クリアー。はいはいはい。600。
敵の司令官を倒した。やるじゃん。めっちゃ頑張ったよ。この城、戻るんじゃね？戻った。ミシディアに向かったミウから。ミシディアの塔。仮面？白い仮面が眠っている。覚えたわ。テロ S。 この城の地下には白い仮面。ゴードン。覚えるわ。覚えるわ。アルテマは？ああ。これでもうここに敵が出てこないってこと？こんなんでいいの？ってことは、お？俺、話、終わってきたところや。これちょっと宿。宿とかさ、武器とか、めちゃんこ。ミシディアの町ってどこ？じゃあ、ミシディアの町ってどこだ？鏡の間。ん？よくある作りね。鏡よ。ペンダント使えるわ。ここでペンダント使って。で、ペンダント使って、卵が映った。どういうこと？卵使って意味があるのか。飛んで？です。凍土。ブレイク。ブレイクって防御破壊か。石化状態にするブレイク。カエルにしたデらバいい。フ系は誰に覚えさせるっていう風にした方がいいのかなって思う。どんだけお宝隠してるんだ、ポール。ポールのお宝気になるな。よう、あ？瓶の白い仮面。大広間の右上の隅だ。大広間の右上の隅だ。ここに行って情報を得るってのが大事だったよと。探索要素だな。いらないいらないいらない。で、地下に行くみたいな、そういう物語？まあ、HP 減ってるっちゃ減ってるけど、城の地下に、白い仮面を手に入れた。正解ルートを引いてしまったか。西ディアの町。はーい。西ディアに行って、アルテマの本ゲットして、ミウと合流する。で、帝国を倒す。どんな感じ？多分、合ってる。おやすみなさい。街見つけた、街。ミシディア。
塔の封印、本を読めと、三つの封印。ミーユが向かった、ミーユと合流か。クリスタルロッドを守る。黒い仮面がある。どういうこと？仮面は2本あるということか。これを中に入っていくと、これは？ん？尋ねるとかそういうもんじゃないのか。白い仮面、あ、こいつにつけるの。まさかこいつが動き出したりするわけないよね。動いてる。あ、違うか。かぶせただけか。え？え？終わり？だから？だから？あ、出ちゃった。出ちゃった。もうあっち行っていいってこと？クリスタルロッドの話は？はい。じゃあ、行くか。はいはいはい。歩道には仮面、黒の仮面がある。まあ、一旦ミーユに会いに行くか。ててて、ここが例のところ。マップ見ると、アイテム取りつつ、って感じね。なんじゃお前。仮面ってこと？え、なにこれ？何にもできないんだけど。え？じゃあ、お塔に来たよ。攻略しないといけないのか。行くか。一旦殴ってみよう。なんか、楽だな。おう。こんな、仮面族がいる。緑だ。ポーション売ってる。エーテルとか、毒消しとか、自家食？黒い仮面がある。黒い仮面を探してねっていう、あれか、魔人の斧。ここ、弱いところなんだ。まあ、いっか。というのがありましたよ、と。だけかい。はい。眠りそう。モンスター。何がもらえる？大地のドラム。わからんな。やろう。ビッグホーンという名前の生き物が。物理。いいダメージだと思うんだけど。
いいダメージだね。あった。楽勝か？黒い仮面を手に入れた。はい。ドッペルゲンガーに黒い仮面をかぶせた。ドヤ。仮面もなくなった。持ってかれた。モンスターの先制攻撃めちゃくちゃ嫌だな。戦うか。こいつらの攻撃超強いんだよな。はは。マリアの攻撃も高い。もしかしてマリアが後ろだから7以上上がらん？いいね、次のステージ来たよ。オーガキラー。違う。これまずいか。まずい気がする。あー。逃げよう。臭い息とかで石化とかしたら終わりなんだけど。終わった。何にもできずに終わった。これどうしたらいいんだ。はい。いいか。セーブ、中断挟んどくか。で、さっきはここで終わった。運だなぁ。戦っちゃった。まあいいか。発動しないのにどうしろと。まずは毒を受けてエスナで回復してっていうのを段階的に上げないといけない。必要になったら、やるか。お宝じゃん。クリスタルロッドを手に入れた。クリスタルロッドがあるから？ミシディアの塔。ミシディアの塔。ミシディアの塔。上か。